いたらダメよ。はい、いい子だな。帰っちゃダメよ。虫刺され、かゆみ止めに印鑑。かゆみ発見。パパ、そこそこ。いけ、金柑。金柑塗ってありがとう。家族のかゆみ、金柑。かゆい金柑塗っとこう。金柑は天然物系でできている。金柑塗っとこう。金柑塗ってまた塗ってよく効くよ。あ、かゆい金柑塗っとこう。金柑は天然物系でできている。金柑塗っとこう。金柑塗ってまた塗ってよく効くよ。はい、金柑塗ってまた塗って。かゆみ虫刺されに金柑。かゆい金柑塗って。お父さんも小さい頃から、おばあちゃんも小さい時から、ずっと金柑。虫刺されかゆみに早く効く金柑。虫刺されに早く効く金柑。このお寺の和尚さんは大層な世話好きでな、肩こりや腰の痛みで困る者には金柑を。おっと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 、打撲、捻挫、かゆみにも金柑を塗ってあげたそうな。そのうちに金柑様と評判になって、お寺の鐘が金柑と鳴り出したそうじゃ。肩こり、腰痛に金柑。ケンちゃん、海子。あ、かゆい。ああ、初めての金柑、忘れられない数がある。およご。虫刺されかゆみに早く効く金柑。思い出すなあ、母が塗ってくれた金柑。パパのお母さん、優しかった。はい、金柑ポンポン、金柑ポン、お日様ニコニコ笑ってる、風もお話ししているよ。金柑塗って晴れやかに、あの子もこの子も金柑ポン。ララララン、ラン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 。いつでもどこでもみんなの金柑。